ニューモシスチスイロベチーニューモシスチス肺炎は、酵母様真菌であるニューモシスチスイロベチーによって引き起こされる肺炎である。正常な免疫能力を持つ場合発症することは、稀であり、化学療法やステロイド剤長期内服、抗転性免疫不全症候群などによる免疫低下時に発症する日和み感染症の一つである。以前は、 プネウモギスチスカリニによる肺炎とされ、カリニ肺炎と呼ばれた。しかし、ラットから見つかった、ニューモシスチスカリニと、人で肺炎を起こすニューモシスチスは異なる種類であることが判明し、人に病原性を持つニューモシスチスは、1952年に、ニューモシスチスが肺炎を起こすことを報告した、チェコの寄生中学者、オットーイーロベッツへの懸名であるニューモシスチス。 ジャイロベキーに命名し直され、これによる肺炎は、ニューモーシスチス肺炎に、名称変更された。なお、略号は、ニューモーシスチスカリニ肺炎の時の略号のまま PC、PCP を用いる。また、ニューモシスチスイロベチーは、以前原中に分類されていたが、遺伝子解析の結果、新菌の一種であると判明した。なお、現在でもニューモシスチスの体外での人為的増殖は、 実現しておらず、研究においてはラットに感染させることが必要である。治療をしないと、知識的な疾患である。ニューモシスチスイロベチーは、1909年に、ブラジルのカルロス・シャーガスによって発見された。ただし、この時は、これが、人間の病気の原因になりうるとは認識されていなかった。シャーガス病の起源源中であるクルズトリパノゾーマの、 生活感のステージの一つとして誤って認識され、モルモットの検体から記載された。1912年に、ダロンナウェイ夫婦によって、トリパノソーマとは別の原虫として、ラットの検体より、新種記載されている。これが、人間に対する病原体として認識されたのは、ヨーロッパにおいて、1930年代から1940年代にかけて、 未熟児や低栄養状態の子供に、間質性肺炎が多発したことがきっかけであった。ミラーは、特に孤児でこのような肺炎が多かったと、上記の総論で述べている。第二次世界大戦後、栄養状態の改善によってこの現象は、一旦消えたが、1960年代以降新たに、先天性免疫不全の子供や、悪性腫瘍に利病及び治療を受ける。 成人の間で、この肺炎が多く認められるようになった。そして、臓器移植の普及に伴って、さらに多く観察されるようになった。1976年に、フレンクルは、人由来の別の原虫として、新種報告している。1981年、アメリカで、高天性免疫不全症候群と呼ばれる疾患が、報告されると、この疾患は、 エイズ患者に多く見られる日和未感染として注目されるようになった。1988年に 18S リボソーム RNA 電子塩基配列解析で、本菌は、原虫ではなく、死脳菌門に属する親菌に近縁であることが示された。1999年に親菌に再分類された。 ニューモシスチスイロベチーを真菌に帰属させる最も大きな理由が本菌の DNA 塩基配列解析の結果である。なお、DNA 塩基配列解析以外に本菌を真菌に分類する根拠は電子顕微鏡像において細胞壁、細胞内小器官の超微細構造が真菌と極めて類似していること、シスト細胞壁の主要構成成分として β。 ディーグル感が見出されたことが挙げられる。また、原虫と認識された原因としては、光学顕微鏡観察では、形態学的に原虫に類似していること、抗原虫薬に感受性があること、多くの抗心菌薬に耐性があること、人工媒地で培養が困難であることが挙げられる。原虫と真菌が、光学顕微鏡レベルで、区別できないことは珍しいことではなく、 国シジオイデス症の起源菌であるコキシダイオーイズ、イミッテスも当初は原虫に分類されていた。また抗原虫薬と抗心菌薬には、交差感受性がある心菌である、カンジダアルビカンス、カンディダアルビカンスなども、抗原虫薬のペンタミジンに感受性があり、リーシュマニア症など原虫疾患にアムホテリシン B が用いられている。本菌の培養は困難である。 そのため生態に関しては限られた情報しかない。ニューモシスチスイロベチイは人の体外では増殖できず、また環境中にも発見されない。そのため人の呼吸機官が唯一の生息場所と考えられている。人の肺内では一型肺包上皮に付着して存在している。免疫能が正常な一般人口における定着率は0から20%と考えられている。 かつては、ニューモシチス肺炎は、幼児期にニューモシスチスイロベチーが定着し、免疫抑制状態になった時に、内因性の再燃を起こすと考えられていたが、その後は、外来性再感染説が有力となっている。これは無症候性キャリアが、感染源となるという考え方である。ニューモシスチスイロベチー自体は組織障害性が少なく、 その存在だけでは呼吸障害を伴うような PCP は起こらない。炎症反応が過剰になることで肺組織障害が起こると考えられている。動物実験では CD4 陽性 T リンパ球を選択的に欠損させたマウスでは PCP を発症しやすく低酸素血症や肺コンプライアンスの低下など重症化を認める。しかし、 CD8 陽性 T リンパ玉も欠損させると、肺内の筋量は変わらないものの、炎症や酸素化障害は軽減する。また重症複合免疫不全マウスは晩期まで呼吸障害を起こさないが、このマウスに野生型マウスの非細胞を投与して、細胞性免疫を構築すると急激な酸素化障害が起こる。CD4 陽性 T 細胞が、 機能不全の状態では CD8 陽性 T 細胞が肺障害に関与すると考えられる。この動物実験は臨床的にも再現されている。例えばイズ患者で PCP の治療が不十分なまま高レトロウイルス療法を開始すると免疫機能の回復とともに依存していた。 病原体に対する激しい炎症反応が起こる免疫再構築症候群が知られている。また骨髄移植のレシピエントにおける静着症候群でも免疫脳の回復とともに PCP が発症し呼吸機能が大きく低下することがある。HIVPCP と NONHIVPCP では臨床像は異なる。HIVPCP の症状は発熱。 感性外相、呼吸困難が三主症である。その他の稀な症状としては、共通や核胆、血痰、気管支計練などがあり、無症状の患者も約5%いる。他の肝脂血性肺炎と同様呼吸困難や酸素、飽和度の低下は、老作時に出現することが多い。比較的ゆっくりと亜急性の経過で症状が進行する。 症状の出現から診断までの中央値は28日間であった。また HIVPCP の約5%は肺外の発症性病変があり、リンパ節、骨髄、耳、目、甲状腺、腹腎、肝臓、脾臓などが知られるが、臨床的に問題になることは稀である。の HIVPCP は、経過が急速で速やかに重篤な呼吸不全に陥る。 ことが多い。筋量が少ないことを反映して、筋の検出は困難で、染色狂犬での検出は、ほとんど不可能で、PCR で、ようやく検出されることが多い。高齢者が多く自覚症状が、初期は乏しいことも多い。なんとなく、だるいといった症状しか初期は訴えず、運動時の酸素飽和度の低下でようやく異常が、検出されることもある。 の HIVPCP のうち特に関節リウマチの場合はメソトレキ生トを用いることが多いため、MTX 肺炎との間別が重要となる。また、MTX 投与下では投与開始後半年から1年後、生物学的製剤投与開始2から3ヶ月ごと、免疫不全を予想しない時期に起こることが多い。また発症を予知する指標がないといった特徴がある。 ニューモシスチスイロベチイは培養ができないため顕微鏡観察と遺伝子検査が主体となる。検体材料は原則としてバルフを用いるのが望ましい。核炭やうがい液を用いた場合は著しく検出感度を低下させる。バルが速やかに施行できない場合はあらかじめ高校内洗浄に努め可能な限り高校内雑菌を排除してから3%。 高張食塩水を10分間ネーブライザーで吸引し、誘発核炭を採取、または吸引炭を採取する。顕微鏡観察では、ディフクイック法を行う。熟練した技術者でなければ栄養体を同定するのは困難である。シストが厚く強固な細胞壁を有するため、グロコット染色でもシストの観察は可能であるが、グロコット染色は、 時間がかかるため迅速診断はできない。トルイジン青染色、メセナミン銀染色でも確認できる。またノン HIVPCP では、菌量が少なく観察できないこともしばしばある。イデニシュ検査では、HIVPCP では96時間以内に、採取された、バルフで PCR の感度は72から100%、得意度は86から100%であった。 の HIVPCP の PCR は、感度は87.2%、得意度92.2%であった。イデニシュ検査では、リアルタイム PCR やランプ法が用いられることも、ある。β、D グル感と、キロリットルマイナス6がよく知られたマーカーである。特に β、D グル感は、感度92.3%、得意度86.1%であり、 信頼性の高い診断ツールになる。データ、ディーグルカンの問題点は、偽陽性があること、測定法が複数あり測定法により検査値が一致しないことが挙げられる。レントゲン撮影の PCP の典型的な所見は、両側対称性の微慢性すりガラス陰影である。単発もしくは多発性の結節影及び空洞影が見られる場合もある。 空洞内の液面形成は見られない。空洞形成の基準は、近体の血管侵襲による、拒血性衛死によると考えられている。有効な治療が行われた場合は、すりガラス状陰影を中心とした陰影は7から10日以内に改善傾向を示すが、時に治療開始2から3日後に、一過性の増悪を示すことがある。これは、治療によって、 菌体成分に対する免疫応答を反映していると考えられる。しかし、ST 合剤の大量点滴で排水種を反映している場合もある。グルーテンらの報告では、胸部単純 X 線撮影で正常を曖昧、もしくは、非典型的な HIV、PCP 疑い症例について、HRCT を施行した結果感度は100%。 得意度は89%であった。HRCT で、すりガラス上陰影がなければ PCP はほぼ、否定できると考えられる。PCP のすりガラス上陰影は、肺方向内のフィブリンや、デブリス、筋体の収束を反映している。その密度が、比較的素であり、元気が残るために真珠陰影ではなく、すりガラス陰影になると考えられる。 すりガラス上陰影の分布に関しては、肺門側に優位で胸膜側に正常部位を残した、像、いわゆるパラハイラーディストリビューションウィズペリフェラル、スペアリングの初見や分布が均一ではなく、肺傷様単位で濃淡が見られるモザイク状、もしくは地図上のすりガラス上陰影を呈することが特徴的であると言われている。非典型的画像初見と考えられている、真順影や、 結節影、空洞影も実際にはそれほど稀ではない。歴史的には、ニューモシスチス肺炎の治療は、ペンタミジンが用いられてきた。しかし、ペンタミジンでは治療失敗率が高く、毒性も強かった。そのため、ST5 剤、リファンピシン、グリンダマイシンなどが注目され2016年現在は、ST5 剤が主流となっている。ST5 剤の代表薬は、 バクタとバクトラミンである。標準的な PCP での投与量は、トリメトプリムとして15から 20mg、kg、例であり、ST5 剤の内服では9から12畳程度になる。しかしながら、現在の容量設定は小規模の臨床試験をまとめたもので設定されており、疑問視されている。また副作用が非常に多く、 忍ヒ広姿性が高くないという問題があるため、低容量の ST5 剤による治療が近年になり、注目されている。抗原病におけるニューモシスチス肺炎では、トリメトプリムとして 10mg、kg、で以下、錠剤で4から6錠で、通常容量と同等の治療効果で活副作用が少ないとの報告されている。最近のメタアナライシスでも 10mg、 キログラム、デ以下の低容量治療は、通常容量と同等の治療効果でかつ重篤な副作用が少ないと報告されており、ST 合剤の指摘容量設定の臨床試験が期待されるまた、予防投与の場合は、連日1錠、または1日2錠を週に3回で投与する。予防投与の場合、発熱や皮疹など、ST 合剤による、 薬剤アレルギーのため継続困難な場合は、一度、中止し、症状警戒後に脱炭査療法後に再導入が、検討される。脱炭査療法を行うことにより70%以上の症例で、予防量は、再導入可能となる。予防量においても1日0.5条投与や週に2回、1回1条などの低用量での予防も報告されている。 ペンタミジンは1930年代後半にイギリスで開発された抗原虫薬である。当初はトリパノソーマ症やリーシュマニア症に有効性が見出されていた。1960年代にニューモシスチスイロベチイに有効であることが判明した。商品名はベナンバックスであり注射薬と吸入薬がある。PCP 治療では注射薬を用いるが、 添付文章で記載された 4mgkgd では人障害が効率に出現する。米国では副作用を理由に 3mgkgd での治療も認められている。吸入薬は予防薬としては優れているが治療薬としては推奨されていない。ST5 剤で治療を開始し ST5 剤の変更が必要になった場合は アトバコンへの変更が一つの選択肢となる。商品名はサムチレールである。不快な味がすること、効果であることが弱点である。HIVPCP では、副人皮質ステロイドの有効性が確立している。米国疾病管理予防センターはガイドラインを作成している。それによると、パオに70トール以下、またはエイアドに35トール以上の HIV。 pcp 患者が、副人皮質ステロイドの適応とされている。投与時期は、抗菌薬開始と同時で、できるだけ、早期、遅くとも、抗菌薬開始3日以内とされている。投与スケジュールは、PSL80mg を分2で5日間、40mg を分2で5日間、20mg を11日間の合計21日間という、ものである。 コクランサムマリーによると、副腎皮質ステロイドは、HIVPCP に対して1ヶ月死亡率を40%、3ヶ月死亡率を30%低下させる。また人工呼吸器使用を60%低下させると記載している。の HIVPCP では、理論的にはより副腎皮質ステロイドが効果的と予想されるが、後ろ向き検討では、 有効性を示さないという報告が多い。PCP 予防を行うべきかどうかは、背景となる疾患によって異なる。予防に用いられる、標準薬は、ST 合剤である。予防投与は、連日1錠、または1日2錠を週に3回で投与する。発熱や皮疹など、ST 合剤による、薬剤アレルギーのため継続困難な場合は、一度、中止し、 症状警戒後に脱観査療法後に再導入が検討される。脱観査療法を行うことにより70%以上の症例で予防量は再導入可能となる。ST5 剤の脱観査スケジュールは以下のようなものが知られている。発熱や発疹が出現した場合はその時点で増量を中止し、同量で維持すると症状が招待する。PCP の理観歴がある。 あるいは CD4 陽性リンパ球2 0 0エル、高校内患児打症発症が PCP 予防内服の適用となる。同種増血幹細胞移植の場合には移植後6ヶ月までは予防が行われる。また移植後6ヶ月経過した時点でも免疫抑制薬が投与されている場合は予防は継続する。増血幹細胞の成着を妨げる可能性があるため、 通常は静着までは使用されない。増血幹細胞自移食の場合は、増血幹細胞同種移植よりはリスクが低い。しかし、免疫不全の程度が強いと判断された場合は、予防が行われる。移植後3から6ヶ月予防を継続する。免疫抑制薬投与がされている場合は、予防を継続するのは、増血幹細胞同種移植と同様である。 すべての固形臓器移植患者において移植後少なくとも6から12ヶ月は PCP の予防が推奨される。癌患者では急性リンパ性白血病、アレムツマブ治療、プリンアナログやその他の T 細胞破壊性治療、長期の副腎皮質、ステロイド、デモゾロマイドと放射線治療の併用の場合に PCP 予防が推奨される。乳癌、肺癌、 胃がん人細胞がんなどで PCP 発症の報告があるが発症頻度が低いため予防の適用の有無を決めることは困難である。抗原病での PCP の頻度が1から2%と少なく ST 合剤の副作用が30%と比較的高いことから抗原病患者全員例に一時予防を行うことは推奨されない。PCP リスクが3%を超える場合に 投与するべきと考えられている。デモルエルらは PCP のリスク因子を4つ挙げ、そのうち2つを認められる場合は予防を進めるとコメントした。その4つの因子は PSL 換算で 20mg、例以上を4週間以上投与するとき、生物学的製剤を含めて2種類以上のドマーズを投与するとき、あるいは同時に複数の免疫抑制薬を投与するとき、 総リンパタマ数が350ミューエル未満、既存の肺病変である。厚生労働省では、年齢50歳以上で下記3つのいずれかを認めた、場合は PC、PCP 一時予防を推奨している。その3つは、PSL 換算で1 2ログラム以上の投与、PSL 換算で0 8ログラム以上に加えて、免疫抑制薬の併用、 免疫抑制薬使用下で、総リンパ玉数5 0 0エル以下である。疾患就職性交リウマチ薬による、ニューモシスチス肺炎は、交リウマチ薬開始時に、ST5 剤1錠を5日間投与で、予防可能であることが示唆されている。重症混合型免疫不全、特発性低 CD4 血症、抗イ無症候群などでは予防投薬の適用となる。 PSL 換算で 20mg、例以上を4週間以上投与されておりこれに加えて他の免疫不全がある患者では PCP 予防が必要である。ありがとうございます。